さあ今日はバラエティ番組なのでよく使われるこういう演出テロップ、マジか、これをプレミアプロで作っていきましょう。おはようございます、三四郎です。さあ今日はバラエティ番組なのでよく使われる、驚いた時とか、あとは衝撃的な発言をした時に使われる演出テロップ、これをプレミアプロで作ります。こういう演出を動画の中に組み込むと、演出にテンポができたりとか、あとはインパクトを与えられますので、ぜひ試してみてください。5分ぐらいで簡単にできますので、ささっといきましょう。さあプレミアのプロジェクト画面に入りました。こちらに僕が驚いている映像素材を用意しました。ちょっとチェックしましょうか。こんな感じですね。僕がこちらを向いて驚いている。まずはこの映像の使いどころを決めましょう。映像の最初、インテンを決めます。振り向くちょっと前、この辺にしましょうか。ここでこちらインテンをマーク、インテンが打たれました。そして映像の最後、アウトテンを決めます。ちょっと進めて驚いた、この辺にしましょうか。この辺でアウトをマーク、これで映像にインテンとアウトテンが打たれました。この状態で映像をシーケンスにドロップします。こんな感じですね。インテンとアウトテンの中で映像が入りました。ではまずこの映像自体を加工します。映像をフリーズさせてモノクロにします。ではこの映像を止める場所、フリーズさせる場所を決めましょう。僕が驚いたちょっと後ですね、この辺、フリーズさせたい場所にこの再生ヘッドを持ってきて、クリップが選択されている状態で右クリック、そしてこれフレーム補充を追加、これをクリックします。そうするとこちら自動的にクリップが分割されました。この分割された後のクリップというのは再生してみると、マジか、フリーズになってます。そしてこのクリップは静止画と同じ扱いですので、長さは自由に変えることができます。これで驚いた後のタイミングで映像がフリーズしました。マジか、こんな感じですね。ではこのフリーズした映像をモノクロにします。モノクロはここですね。エフェクトの中にあるビデオエフェクト、この中のイメージコントロールの中にあるモノクロ、これを静止画のクリップにドロップします。これで映像がモノクロになりました。ではこのモノクロになってフリーズしたクリップをキーフレームで動きをつけていきます。このフリーズされたクリップが選択された状態でエフェクトコントロールパネルを開きます。そしてこのモーション、ここで動きをつけていきます。まずはこの再生ヘッドがクリップの先頭に来ている状態で、このスケール、これの左側にある時計マークをクリックして、ここにキーフレームポイントを打ちます。そして再生ヘッドをちょっと進めて、このスケールの数値を動かします。数値を左側にドラッグして、このぐらいですかね、80% ぐらいにしましょうか。そうするとここにキーフレームポイントが打たれました。このキーフレームポイントをクリップの最後までドラッグするとこんな感じですね。マジか、キーフレームによって100% から 80% まで映像が小さくなっていきました。ではここにもう一つ動きを加えましょう。このスケールの下にある回転、まずは再生ヘッドをクリップの先頭に持ってきて、今回転の数値が0になっている状態で時計マークをクリックしてキーフレームポイントを打ちます。そして再生ヘッドをちょっと進めて、この回転の数値をドラッグしてクリップを回転させます。左側にドラッグしましょうか。このぐらいですかね、マイナス6ぐらい。さあまたここにキーフレームポイントが自動的に打たれましたので、このポイントをクリップの最後まで持ってきます。そうすると今こんな感じですね。はい、クリップがちょっと斜めに回転しながら小さくなっていきました。ではここにテロップを乗っけていきます。さあ今回は調整しやすいようにレガシータイトルを使います。
ファイルから新規、レガシータイトル。そうするとタイトルを制作する画面が出てきました。ここにテキストを選択して文字を打ち込みます。こんな感じですね。そしてフォントサイズでテロップを大きくして、ちょっとフォントを変えましょうか。フォントはそうですね、じゃあバラエティ番組でもよく使われてるニタラゴル以下にしましょう。このフォントはね、タイプラボさんから発売されてまして、そんなに高いフォントじゃないので、一つ持っておくと便利かと思います。ではテロップを装飾していきましょう。まずはストロークを追加。黒いエッジが追加されましたので、ちょっとサイズをアップして太くします。はい。ではこの周りにもう一本ラインを増やしましょうか。ストロークをもう一度追加。黒いストロークが追加されましたので、カラーで色を変えます。じゃあ紫よいしょ。そしてもうちょっとサイズをアップして太くしましょう。こんな感じです。中の色もちょっと変えましょうか。この塗り、ここからベタ塗りではなくて線形グラデーションを選択して、グラデーションの幅をちょっと広げます。そして片方を薄いグレー、こんな感じですね。もうちょっとサイズも大きくしておきましょう。OK。そして中心に持ってきたいので、この左側ですね、横と縦、水平と垂直それぞれを位置をセンターに持ってくる、このボタンをクリックして、これでちょうど真ん中になりました。では一度テロップ制作画面を閉じます。こちらプロジェクトウィンドウに今作ったタイトルができてますので、これを先ほどのフリーズさせたクリップの上にドロップ、長さを合わせておきます。さあこうすると、ちょっと再生してみましょう。マジか。こんな感じでフリーズの絵の上にテロップが乗りました。さあではこのテロップによりインパクトをつけるためにストロボエフェクトを加えていきます。さあエフェクトの場所はこのビデオエフェクトの中にあるスタライズ、この中からストロボ、これをタイトルクリップの上にドロップします。そうするとエフェクトコントロールパネルにストロボのコントロールパネルが追加されました。ちょっとこのまま再生してみましょう。マジか。こんな感じ、だいぶ大雑把に今ストロボが動いてます。ではこのストロボの動きをちょっと調整していきましょう。タイトルクリップを選択して、このストロボのコントロールパネルを開きます。ちなみにこのコントロールパネルではストロボの光る長さ、あとはストロボの間隔、そういったのを細かく指定できます。で、よければね、いろんな数値を触ってみて、ここを変えればこう動くというのを試してみてください。ちなみに今日は、僕がよく使う設定を入れていきます。さあまずここですね、ストロボデュレーション秒と書いてあるところの数値、デフォルトでは 0.50 となってますが、ここに数値を打ち込みます。0.02 エンター。そしてその下ですね、ストロボ間隔秒、ここがデフォルトでは1となっているところを 0.05 エンター打ち込みました。ちょっと見てみましょう。こんな感じです。はい、だいぶストロボが早く点滅しました。ただこのままですとちょっとストロボが強すぎて文字が見えないので、こちら元の画像とブレンド、この数字をいじります。これはつまりストロボと元の画像をどのぐらいブレンドするか、それを設定する数字です。数字が上がれば上がるほどストロボの光が弱くなる、そういうふうに捉えて大丈夫です。ではこの元の画像とブレンド、この数字を 90% に入力します。さあそうするとこんな感じです。マジか。はい、だいぶストロボが薄くなりましたが、テロップが点滅してる感じが出てるんじゃないでしょうか。はい、これでほぼ完成ですね。あとはここに、適当な効果音を乗せるとこんな感じです。マジか。という感じで
ちょっとの作業で映像に面白い演出が加えられますので、ぜひ試してみてください。ちなみにストロボエフェクトはテロップだけじゃなくて、映像とか画像にもかけられますので、ぜひね、各数値をいじってみてどんな感じになるか試してみてください。あとキーフレームを打つ位置とか入力する数字によって映像が小さくなるスピードとか、あとは回転の感じも調整できますので、これもぜひいろいろと試してみてください。それではまた次回。